ああ、でもこっちの方がいい？は、これとこれ組み合わせたら可愛いかも。はいはい、可愛い可愛い。ちょっと智恵、ちゃんと見てってば。普段から瀬田先輩には合ってるんだし、そこまで気合を入れなくてもいいだろう。何言ってるの、カオル先輩の大事な舞台なんだから私もちゃんとしなきゃ。そうなのか。トモエも聞いたでしょ、カオル先輩がどれだけ今日演じる役を大切に思ってるか。カオル先輩は真剣に役と向き合ってて、うーん、思い出したら泣けてきちゃった。ひまり、あの時も聞きながら泣いてたもんな。泣かずにはいられない話だったんだもん。カオル先輩の情熱がギュッと詰まってて、その気持ちが私にも伝わってきちゃってさ。まあ、情熱は私も感じたよ。今日のカオル先輩の舞台さ、千里さんも応援してるし、きっといい舞台になると思うんだ。最高の舞台で最高の役を演じるカオル先輩、早く見たい。ひまりは本当に瀬田先輩が好きだよな。うん、だってカオル先輩はかっこいいだけじゃないもん。それはわかってるって。優しいよな、瀬田先輩。それだけでもないの。カオル先輩って何事にも丁寧に向き合う人だから。ほら、ホワイトデーの時のこと覚えてる？ホワイトデー？ああ、バレンタインのお返しにミュージカルやったやつか。あの時カオル先輩は一人残ってずっと練習してて、それはバレンタインにプレゼントをしてくれたファンの子に対して最高の舞台を見せたいと思ったからだよね。なんていうか、その真摯な対応っていうのかな、心の底からファンの子のことを思ってくれてるんだなって。そういうのすっごくかっこよくない？あと一人一人に個別のメッセージを書いてたのも感動しちゃった。カオル先輩にチョコをあげたのなんて一人や二人じゃないのに。そういう全てに真摯に向き合うところが素敵なの。瀬田先輩のそういうところは確かにかっこいいよな。最初カオル先輩にお返しのことで相談された時は、まさかミュージカルをやるなんて思わなかったからびっくりしちゃったよ。私も参加してみたら結構楽しかったけどな。うん、結果的に私も見る側じゃなくて出る側になったけど、本当にいい思い出。ダンスの練習は大変だったけど、そういうのも含めて忘れられないミュージカルだったよ。そういえばあの時美咲が言ってたな、瀬田先輩はみんなを幸せにするのが自分の幸せみたいな人だって。本当にその通りの人だよな、瀬田先輩って。美咲ちゃん、わかってるな。そう、まさにそうなの。カオル先輩はそういう人なの。やっぱり同じバンドでいつも顔を合わせてるから、カオル先輩の魅力をちゃんと理解してるんだよね。あ、いや、あの場で初めて気がついたみたいな感じだったけど。嬉しいな、カオル先輩の真の魅力に気づいてくれてる人が他にもいるなんて。今日の舞台でそういうことに気がついてくれる人がもっともっといますように。ひまり、聞いてるか？それはいいんだけどさ、服は決まったのか？え？あ、まだ。カオル先輩のこと話してたら止まらなくなっちゃったんだもん。どうしよう、早く決めないとだよね。うーん、これにする。あ、でも待って、こっちの方がいいかな。どれでもいいって。ほら、早くしないと遅刻するぞ。じゃあこのピンクの。あ、いや、でも遅刻なんてしたら瀬田先輩に一番失礼だろ。急げ急げ。私は先に行ってるからな。じゃ
いい。あ、これも。せっかくだから待ち受けにしちゃおうかな。でもそうしたらスマホ開くたびにドキドキしちゃうかも。でもでも、いつでもすぐにカオル先輩を見られるし。カオルさんがどうかしたの？あ、マリナさん、こんにちは。ちょっとこの写真見てくださいよ。カオル先輩、かっこよすぎませんか？この前の公演のカオル先輩なんです。あ、いつものカオルさんと全然雰囲気が違うね。驚いてる。ニヒルな感じがしてかっこいいね。そう、まさにそうなんです。カオル先輩の今回の役どころはダークヒーロー的存在なんですよ。こういう役どころを演じるカオル先輩を見るのは初めてだったからすごく新鮮でした。公演前にカオル先輩から今回の役どころや舞台への熱い思いを聞かせてもらってたので、見てるうちにどんどん熱が入っちゃったんですよ。舞台を見ながら号泣しちゃいました。あんなに泣いたの初めてで。事前に聞いてると余計に入り込んじゃうよね。うんうん、わかるな。感激する前はいつものカオル先輩らしくない役だからどうなるのか想像つかなかったんですよ。それがいざ始まってみたら、もうカオル先輩以外には誰も演じられないんじゃないかっていうぐらいハマってて。カオル先輩って本当にすごい役者さんですよね。どんな役でも自分のものにしちゃうんだから。ああいう人を天才って言うんですね。うん、ここまで雰囲気を変えられるなんて高校演劇界の中じゃいないんじゃないのかな。ですよね。なかなかここまでの役者は見つからないですよね。カオル先輩はそれだけ役を理解して役になりきるから素晴らしい役者なんですよ。しかもその努力を周りには見せないところが完璧だよね。そうなんです。マリナさん、わかってる。カオルさんのそういう面はすごいって話してるんだよね。そうなんですね。カオル先輩のそういう魅力に気がついてもらえるなんて、ファンである私も嬉しくなっちゃいますよ。ひまりちゃんは本当にカオルさんが好きなんだね。そんなひまりちゃんに聞きたいんだけど、これまでのカオルさんが演じてきた作品で好きなのってある？もちろんありますよ。その話もしていいですか？あの、長くなると思うので、マリナさんもぜひ座って聞いてください。